はい、スイです。今回もマインクラフトやっていこうと思います。で、前回は、また、私、シャムネコか前回は、ネザーで体験の目にあったんで、今回はね、ちょっとね、休憩ってわけじゃないんですけど、建築をしようと思ってます。で、建築以外にもね、かなり、ね、手直ししてます。トラップドームの弓を捨てる機構が実はね、一段、下にしないと作動しないことを気づいて、そう、アイテム仕分け機と、同時に使ってるんで、レッドゾーンがね、混戦してしまっていたので、それ直しました。そっとね。で、あとここね、なんかこう、中に取りに行くのめんどくさいなと思って、そうなんで、もう今必要なのはさ、家じゃなくて倉庫なんだよね。ちょ、夜だから寝ます。そう、当時は村人がさ、入ってくる可能性があったりさ、敵が来る可能性あったけど、もう敵来ねえし、そうなんでね。物資が充実してくると、明かりを灯せて、まあ、何やかんや、ここら辺あたりには来ない。自分家の近くあたりだね。し、村人はね、閉じ込めたんで、閉じ込めたっていうか、まあ、村の中でね、生活してもらえたんで、いや、ええやろということで。ちょっとね、もうちょっとね、詰めて、いい感じの倉庫にしたくはあるんだけど、まあ今のところね、ちょっと開けただけ、ここをね。で、入りやすく。入りやすくして、まあ作業とかもね、もうこの中でね、完結するようにちょっとしていこうかなと思ってます。ポーションもね、まあいつか自動ポーションガチャガチャ作りたいね。昔作ったんでね、ボタンを押したらポーション出るやつ。で、これはね、試作してしてもね、今回ね、作るのはこれをやります。これね、どっちの気が合うかなとかって、本当はね、ダークオークとか欲しいんだけど、ダークオークないんだよね。俺黒っぽいの好きでさ。意外とね、こっちの、これジャングルの木なんだけど、ジャングルの木の皮むいたのが、暗めでいいなと思ったんだけど、リソースパックで美しくなった。赤みが強いね。でもいいや。でもいいかな。これとこれをね、合わせていきます。これ解析岩。解析岩で、いろんなね、模様ができるんで。ちょっと普通の多くの木でもいいかなと思ったんだけど、多くの木よりも右のね、こっちがシックでしょ。でですよ。今日はね、建築いっぱいあるんだけど、いっぱいって言っても装飾し直しっていうのかな。まずはモンスタードームの横にあったゴーレムトラップ、あそこが殺風景すぎたんで、ガラスに変えたところの下をね、装飾していきたいと思います。かっこよくね。こいつで。で、馬はね、やっぱりこういう感じにしました。入って狭くしいところに繋ぐよりも、こういうね。あ、これ紹介したわ。紹介したわ。馬房とね、厩舎はね、兼ねたような、まあ、馬房というには小さすぎるか。うん。そんな感じだね。で、いいよね、これね。あ、で、そう、この馬のね、馬の厩舎、馬房、うん。馬小屋ね。馬小屋をもっと目立たせたいのもあるし、実はね、村はね、改良したので、ここをね、削ろうかと思うんです。まあ、今回やんないかもしれないけど。なんと、いつかやろうと思ってたやつやりました、とうとう。村人、商店。ちょっとね、で、これ、つけてあるのはもうね、確定させてるやつ。で、つけてないのは結構あるんだけど、確定させてない。なんかね、防御がいっぱいいて、これだった。こいつ、新米だし、こいつも新米だし、で、石工もいっぱいいたからさ、ここにつけたら石工ね、新米が入ってきちゃった。あ、こいつは、あれだわ。石工のまんまだ。だから、ここら辺はね、師匠にしようかなと思って。あ、ちょっと待って。はい、師匠台をね、持ってきてます。だから、ここ壊して、あれにして、暗くね？リソースバックにしたらさ、あれだね、なんかちょっと暗いね。ここさ、光と明るくしてるから明るいんだけど、この下とかさ、光源にしたら明るくなるかな。で、これはね、どういう風にしようかなと思って、迷ってたからできなかったんだね。少年中も、何かいい方法はないだろうか、とか、整理整頓、綺麗にって、迷ってたからダメだったんで、もう決めようと思って、これもね、初めてやるんだけど、ゾンビ式で、割引してくれるやつ。まだゾンビはね、入れてないんだけど、ここも蔵。この中にゾンビを入れて、ここ下がるか。ちょっと待って、ね。あ、下がる。で、こう下げたらゾンビに襲われる。
あげたら、ゾンビに襲われない。っていうやつ。です。で、ここにゾンビが徘徊していて、まあ、下げたらね、ゾンビがやってくれるみたいな、そういうシステム。を、もう、ちょっとだけアレンジしたけど、まあ、ほとんどね、参考にしてやりました。あ、でも、村人を入れるのはね、すごく楽で、もう、こいつは仕事ついてたんで、仕事ついてるやつを、この、裏側からね、入ってもらって、裏側から入ったのを、スッて閉じ込める、スッて閉じ込めるっていうのをやったんで、ちゃんと職業ブロックのリンクはね、されていると思います。で、入れるのは簡単でしたね。ただ、普通にね、そのスッて入れちゃったから、これね、トロッコ乗せてあるんだけど、トロッコに乗せていなくて、トロッコ乗せるのに、ここの上にレール、トロッコ乗せて壊して落とすみたいな。まあ、それ二度手間はね、やりました。で、今回やるのは、ここのね、道路を作っていこうかなと思って、俺、これでいいかなと思ったんだけど、こう、普通はこうか。普通は丸石でやるんだよね。ここはもちろん、削って、ここはね、階段にして、ハーフブロックと階段で、ちょっと一段下がった系男子の、道にしてみようかな、と思っておりまして。で、そう、これでさ、こういう風にしようかな、と思ってたんだけど、角間違えて反対しちゃったけど、反対でもよかったね。かっこよかったね、今。こうか。ね、こういう感じ。そう、こっちの方が道っぽいね。でもこっちの方がさ、整備されてる感じだよね。オアシスのさ、ちょっとした商店街的にね、したいんだよね。でも、これどうだろうかと思って、これ系の、この街にはさ、この黒いのを使ってるから、なんだっけ、この業界地じゃなくて、新双眼か。新双眼でも、いいんじゃないかな。やべ。こういう感じ。これはさ、すごいさ、ちょっと、なんて言ったらいいんだろう。高級感あるんで、こっちの方がね。これも合うよね。悪くないよね。やっぱ丸石ってさ、道っぽいんだよね。ジャリジャリしてて。でも、ジャリジャリしてね、舗装してるのをイメージしたいから、やっぱりどっちかな。よし、端はね、磨かれた新双眼の階段にしようかな。でも、こう見るとさ、こっちもいいんだけど、インパクトがね、ないよね。こっちの方が、インパクトあるわ。タイルっぽいし。いやー、また焼かねばならんね。まあでも、多分、ハーフだから、そんなに使わないし、在庫あるから。で、とりあえずこれでね、道を敷き詰めていこうと思います。おー、いいね。良くなりそうだね。で、ちょっと材料ね、補充して、やっちゃいますね。パーンと。よし、できました。本当はね、ちょっと砂漠系の砂とかってあんまり好きじゃないんだけど、全部取っ払っちゃうと、砂漠じゃなくなっちゃうからね。まあ、こっちはもうちょっと後で装飾するとして、とりあえずこれで、いいかな。うおー、いいね。で、中暗い問題があるから、入れるんでね。中入ってなんか、ちょっとした明かりをつけてあげてもいいかもな。ね。ランタンをね、ちょっとね、連続でやってみました。いいね。これだと、多少明るく見えるなぁ。多少明るく見えるね。よしよしよし。あの、村人の顔も見えないくらい暗かったからさ。真っ暗だもんね、これ。ここも後で光でやるとして、じゃあこれでね、とりあえず、完成で。お前村長かもしれんな。自由に動ける一人だけだぞ。で、そうだ、ここの師匠さんも、いいのね、出てないんでね、決めてないんだけど、一応師匠に変えるだけ変えちゃおうかな、今。師匠代は斧ですかな。
で、ここ、ちょっと待ったな。ここが、この新米を、これあれだ。で、変わる？ヒロイン。え？あ、やっぱ、こいつじゃない。え？どれにくっついた？あ、もしかしてさ、この石、誰がくっついた？誰だ？あれ？こいつプンつかしてる。あ、ちょっと変わっちゃったかな、なんか。しかもクレーから見えねえわ。まあ、固定した子たちは大丈夫だとして、こうね、貼ってある。貼ってないお前たちがもしかしたら、変わったか。あ、ここら辺もね、これ農民、あ、農民変えてねえや。決めてねえ、決めてない。農民たちも決めてちゃうか。変な気を起こさないようにね。で、ビートルート育てねえからなぁ。ここだけジャガイモに変えてほしいんだよね。変えてくれるか。お、え、お前たち別の子か。別の子の可能性あるな。これちょっとポンポン簡単に行くかなと思ってたけど、行かなそうだね。行かなそうだね。これはちょっとめんどくさいぞ。ある程度固定していってからやればよかったな。この新人たちは特にね。そう、防具もいっぱいいたんだけど、防具もそんないらないなと思って後でね、変えたりしたんだよね。お前がさ、お前農民かーい！お前が農民なんかーい！あ、でもジャガイモになった。どがまししようか。もう一個コンポスターがあんだな、どっかに。それをどうにか。突き止めないと。で、この子はまだ交換してないから変わるはずなんで。プンスかなった誰か。ちょっと誰がなったかわからんわ、これ。じゃあちょっとなんだ、全員試食化計画をさしようと思ってたのにさ、空いてる奴ら。できませんでしたな。じゃ、この石川ね、一回ね、レンガをね、交換してるんだよね、欲しくて。そんなに石は増えないか。農民3人欲しいしな。で、この、で、この肉やね、うさぎ肉なんで、これだけ、鶏肉に変えたいけど、また、変なことになるかな。一応ね、そう、あの、ゾンビを入れるように、ここにね、捉えつつ、ゴーレムたちを。上はね、全部破壊したん、あ、コンポストあるわ。これだね。これで、なんとかなったかな。残りはね、ダイヤハッターで。一個だけちょっと、破壊し忘れてたんで、変な風に紐づいちゃってたね。お前が今何になってるかだよ。失われて、あれ？一旦コンポスター全壊しとかでやらないとダメだね。じゃあちょっとそこはね、やっときますね。パッとね、なるかなと思ったんだけど、パッとはならなかったね。そしたらまあ、意外とね、夕方かも、なったんで、ゴーレムトラップの方をね、回収していきたいと思います。はい、こんな感じにしていこうかなと思ってます。こういう感じね。まあまあいいね。これ出来上がり楽しみですね。で、いいか。うん。で、これ、抜かなくてもいいかなと思ったんだけど、かなり、切ればなるよね。ただ、抜いてちょっとやりたいことがあるんで、ちょっと派手だね。まあ、ちょっと派手だけど、まあまあいいか。で、これね、ちょっと横は、さすがに柱立てらんないなと思って、まあ立ててもいいんだけど、だ横はこう、このブロックだけ埋めていく感じにしようかなと思います。こっち側もね。こっち側もバーッと全部削ってやろうかなと思ったんだけど、って感じだったんでね。
あ、やべ、一個ずれてるわ。あ、やばい。ずれてるね。3、3。3、3、3、3、3、2だと思ったら、一個ずれてるね。あ、でも、じゃあここはさ、このハーフブロックがあるから、横はこれハーフブロック、ありきにしちゃおうか。そうするとね、この一番上のね、この砂替えがね、大変なんだよね。で砂はね、これに変えようかなと思って、今ね、ここね、敷いてるんですよね。こういう感じで、できるか?こう。こうやったら、ガラスに映るのも、まあ、綺麗でしょう。危ない危ない。こんな感じでちょっとね、うわぁ、夕焼け。夜更けてきたんで、寝ますが、これでね、バッとね、貼ってみようと思います。はい。どうでしょうかね、飾り付けてみます。いろいろね、古尺な真似を使ってね、技を使って飾り付けてみたんだけど、ランタンはね、どっちにしようつけようと思ってね、こっちにしようと思ってたんだけど、これもいいかもしんないよね。ちょっと離れてみて。右の方がなんかいい、ゴテって言っていいような気がする。やっぱ左の方がシンプルで、好きですね。左に、せっかく、ね、この柱、使えるかなと思ったけど。これでね。よくあるね、このトラップドアをこっちに貼っつけて、っていうのも、やってみたんだけど、なんかちょっとしっくりこない、なくていいかな。そこまでごてらなくていいかなって感じだったんで、これはね、なしにしてます。ただね、この真ん中にあるのになんかちょっとね、おしゃれだよね。あ、で、そこをね、やっぱりね、変えて、ちゃんとね、合わせて3、3にしました。で、ここだけね、ちょっと模様的な何かと、かぼちゃね、使って、ね、かぼちゃ使わないでランタン下げた方がおしゃれかな。いやー、おしゃれだな、こっちの方が。あ、まあまあ、これでもいいかもね。で、ここまでやってね、思ったのは、まあ、橋はね、石でやっていくんだけど、猫ハウスさ、移動させようかな。ね、やっぱりさ、高さがさ、どこまで ?1、2、3。いやー、いろいろ階段とか使ってるか分かりづらい。1、2、3、4、5、6、7、8。まあ、猫の耳に入れて9ぐらいだよね。多分9、10ぐらいなんだよね。そうだね。で、あっちからね、実はね、この猫ハウス見えていて、だから猫ハウスあんまり下に下げたくはないんだけど、この高さが1、2、3、4、5、6、7段か。10段でしょ。だから3段持ってんだけど、3段盛るのなしにして、平地をさ、これ本当はね、ズバーンってやりたいんだけど、さすがにその、記録が。あ、ただ、ネザー、ウィザーを倒す準備はもうできている。ウィザーは、はめ殺して、にゃ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 やろうかなとは思ってんだけど、でも、どうせ、うわ、何この穴。どうせただの土だから、まあそんなにかからんやろ。こう1時間、2時間くらいだ。をやって、ここのね、この横、この横の、に移動させて、3つのさ、施設がさ、揃って見えるみたいな。まあ、猫ハウスはこっちの方ね、これ、ちょっと前の方にあってもいいんだけど、っていう風にしたいよね。せっかくさ、これさ、綺麗にさ、するんだったら、見たいもんね、どっからもね。そんな感じになりました。で、あとは、ここは、この石だけ。石はどうすっかな?あ、そう、ここね、この下はね、ガラスの下変えてあります、全部。
まあ、同じ感じで、あっちの土も変えていって、まあ、草でもいいんだけどね、やっぱりね、それっぽい建物にしたいからね。あ、で、そう、ここガラス壊しちゃったんだ、その間違えて。ガラスの持ち合わせがなかったんで、後で修正しておきます。だいぶ立派になったよね。ね。だいぶ立派になったんで、あとは猫ハウス横に、やるか。ね。だこれ二度目俺作れるかわかんないよ。マジで。移設場所もちょっと決めて、猫は移動させてね。やりましょう。これ、ほんと大変だったんでね。これは、本当に大変でした。本当に大変でした。また作れるのか。また作れるのか。まあでもね、一回作ってるから、作業風景の動画撮ってたっけな、俺。まあ同じもの作れるでしょう。ね。はい。ということで、意外とね、いい見た目になっていくよね。あの、街もそうだし、村か。村もね、まあ、商店街に変えちゃったけども、そうだし。で、あの、あそこね。あ、これだとさ、ゴーレムやられてるかどうかわかんないね。あ、今生まれちゃった。これ、生まれたからには食さないとな。ゴーレムがやられてるのが 見たいからガラスにしたのに、上がってこないと見えないっていうね。まあでも、放置するときとかはまあ上でやるからいいか。で、あ、そうだ、ここもね、一応遮光ガラスに変えたよ。一応、いや、全然見えない、全然見えない。ただ、やられてるだけ見えるね。煙だけね。あ、と水も見える。はい、誰かがやられましたね。はい、そんな感じで、まあ、建築、まあ、建築やりましたっていうか、この後、これ貼って、綺麗にして、これを移動させて、建築しかしない時間がね、かなり、何十時間と過ぎそうなんですが、ネザーの要塞でね、金型手に入れたんで、ネザー装備もね、できるようになってるんで、またね、ダイヤモンドをね、復活させましたんで、そう、一発積もったっていうか、まあ、ダメージ経験4しかつかなかったんで、耐久と修繕はついて持ってるんでね。まあ、こういう感じでせっかくね、強いのにしたんで、溶岩で燃えないような感じにしたいよね。うん。だから、建築やって、ネザーも掘りに行って、ちょっと、ね、やることは、山積みだよね、マイクラってね。よく言ったらいろんな装置も作りたいけど、まあ、そんなにね、一人でサバイバルやって、食ってく分には、まあ、そこまで必要ないから、まあ、ほどほどにやりつつ。エンダードラゴンもね、準備できたらね、パッと倒しに行っちゃって、で、まあ、アイテム整理用のね、シェルカーボックスとか、数個はね、手に入れたいと思ってるんで、さすがにシェルカーボックス無限装置とかまで作るのはちょっとめんどくさいかなと思ってるから。はい、そんな感じで、着々と、トライルチャンバーへね、向かう。トライチャンバーに向かう準備を進めていきましょう。で、犬もね、ちょっと、周りのね、バイオーム、まあ、エリトラゲットして、ジバーンって、本当は馬で行こうと思ってたんだけど、まあ、エリトラゲットして、ジバーンとこう、犬、回ってみるのもいいよね。本当はカエルフロックライトも手に入れたいから、沼地も見つけたいなと思ってるんでね。あ、いや、沼地ってマングローブ生えたとこかな？マングローブ一本だけ取って逃げ帰ってきたから、あれ、よく見てないけど、まあそこだったらね、カエルをね、繁殖させてあげましたらいいよね。そんな感じで、やること盛りだくさんですが、本日は最後にご視聴いただき、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。